犬飯チャンネル。皆さんこんにちは。突然ですが、犬は痛みを感じても我慢する習性を持つ動物だということをご存知でしょうか。もともと野生動物だった名残で怪我や病気で弱っている姿を見せることは木に弱みをさらす行為になるため、犬には痛みを隠す習性があります。それに加えて犬は自分の痛みを言葉で伝えることができないため、愛犬が発している SOS には私たち飼い主が気づいてあげなければなりません。痛みを感じている犬はある仕草や行動が現れるなど、いくつかの共通点があるんです。もしも愛犬が発するサインに気づかず、重大な怪我や病気の発見が遅れてしまうと手遅れになり、愛犬の命に関わるケースもあります。知らなかったと後悔してしまうようなことは絶対にしたくないですよね。今回はそうなる前に知ってほしい愛犬が痛い時にする行動を10個紹介します。今まで特に意識をしたことがなかった人や、日頃犬と関わる機会のある方、これから犬と暮らす時のために知っておきたいという方、そういった皆さんにとって絶対役に立つ内容になっていますので、ぜひ最後までご視聴くださいね。本題に入る前にとても大事なことをお話しします。愛犬の痛みのサインに気づくための前提として、最も大切なことは、飼い主さんが愛犬の普段の行動や習慣をしっかりと把握、理解しておくことです。普段の食欲や睡眠パターン、散歩の時の様子や、どの程度体力があるかなど把握しておくことで、愛犬の些細な変化やいつもと違う行動に気づくことができるようになります。また、万が一愛犬が痛みや不安を感じた時、信頼できる飼い主さんに対しては隠そうとするのではなく、より明確なサインを送ることがあります。愛犬が安心して自分の状態を示せるように、日常的に愛犬と良好なコミュニケーションを取ることを心がけましょう。それではここから愛犬が痛い時に見せるサインについて紹介していきます。よく見られる痛みのサインの一つ目は食欲の低下です。口や歯に問題があると、噛むこと自体が痛みを引き起こすため、食べるペースが遅くなったり、食事を避けるなどの変化が見られます。また消化器系に問題がある場合も同様に、食事を避けたり、場合によっては食後に嘔吐や下痢が見られることもあります。それ以外にも関節や筋肉の炎症、骨の損傷など全身にわたる痛みがある場合や、内臓や神経系に問題がある場合、熱や感染症などで痛みや不快感がある場合など、痛みが犬の食欲に影響を与える要因は多岐にわたります。ちなみに、硬い食べ物を避け、柔らかい食べ物や液状のものを好むようになるなど、特定の食べ物を避けるケースもあるようなので、食欲だけでなく食事の様子についても気を配っておくと良いかもしれません。食欲の低下はよく見られる痛みの兆候になるため、飼い主さん自身が痛みと食欲の関連性を知っておくことは、愛犬の異変を早期発見するために大切なことになります。痛みのサイン2つ目は触られることを嫌がるということです。愛犬の体の特定の場所を触ろうとすると、急に逃げたり体を引っ込めたり、うなり声を上げるようなことがある場合は、その部位に痛みがあることが考えられます。例えば関節炎や骨折や打撲をしてしまった場合には、その場所に触られると激しい痛みを感じるため、犬は防御的な態度を示します。また特定の部位の痛みだけでなく、感染症や自己免疫疾患、慢性の病気が原因で全身に痛みや不快感がある場合には、どこを触られても嫌がることもあります。普段は触られるのが大好きな愛犬が突然触られるのを嫌がるという変化は、犬が痛みや不快感を感じている時の重要なサインです。痛みがある部位やその原因によって犬の反応や行動は異なりますが、普段から愛犬を注意深く観察し、できるだけ触れるコミュニケーションをとっておくなど、もしもの時にすぐに気づけるようにしておきましょう。痛みのサイン3つ目は動作がぎこちなくなることです。片足を引きずる、かばいながら歩く、歩幅が狭くなる、歩くスピードが遅くなるなど、歩き方の変化が見られた時や、階段の上り下りを嫌がる、飛び跳ねるのを避け
ける、動きたがらないなど、普段できていた動作ができなくなった時、愛犬の動きがいつもと違ってぎこちなく感じたら、筋肉や関節、骨に問題があり、痛みを感じている可能性があります。痛みが強い場合や、神経に問題がある場合には、突然よろめいたり、ふらついたりすることもあります。特に、後ろ足に力が入らず、ふらつくような場合は、緊急性が高い可能性があるため、注意が必要です。痛みを軽減し、適切な治療を受けさせるためにも、愛犬の動きに異常が見られた場合は、無理に運動をさせず、速やかに専門的な診察を受けることをお勧めします。痛みのサイン4つ目は、体を頻繁に舐めるということです。犬は自分の体を舐めることで、痛みを感じる部位を癒そうとします。これは人間が痛みを感じた時に、無意識に痛みのある部分を手でさすったりするのと似た行動です。特に、傷や炎症、皮膚疾患、関節や筋肉の痛みや皮膚のかゆみがある場合、その部分を集中してしきりに舐める傾向があります。犬の唾液には抗菌作用があるのですが、過度に舐めすぎると逆に傷や炎症が悪化することもあります。また、痛みやかゆみのある部分を繰り返し舐めることで、皮膚の激しい炎症と細菌増殖を起こす急性湿疹を併発することもあるため、注意が必要です。急性湿疹は痛みを伴い、さらに舐める行動を引き起こす悪循環を生むことがあります。痛みが原因で体を頻繁に舐めるという行動は、食欲の低下や元気の喪失、動作のぎこちなさなど他の痛みのサインと合わせて見られることが多いです。舐めること自体が問題を悪化させることもあるため、愛犬の行動を注意深く観察し、異常が続く場合は獣医師に相談するようにしましょう。痛みのサイン、5つ目は異常な呼吸です。痛みを感じている犬は呼吸が速くなる、浅くなる、または不規則になることが特に急性の痛みを感じている場合には呼吸の変化が顕著に現れます。犬が暑い時や運動後に体温調節のために舌を出して行う早く浅い呼吸のことをパンティングと呼びますが、特に理由もなくパンティングをしている場合は体内で何かしらの問題がある可能性があります。それ以外にも胸部や腹部に痛みがある場合には深い呼吸を避けるために浅くて早い呼吸をすることがあります。また呼吸が遅くなったり、詰まるような様子が見られる場合は、肺や心臓の問題など、緊急事態の可能性もあります。内臓や呼吸器系の問題も考えられますので、呼吸の異常が見られたら、すぐに獣医師の診察を受けることが大切です。大切な愛犬には、ずっと健康で元気でいてほしいですよね。愛犬の健康を考える上で、普段から取り入れる食事は非常に大切になってきます。そこで愛犬の悩みに合わせた様々な手作りレシピをはじめとするレシピ30選の豪華特典をプレゼントしておりますので、ぜひ概要欄から受け取ってみてください。痛みのサイン6つ目は隠れようとする行動です。野生で病気や怪我を負った動物は捕食者に狙われやすいため、安全な場所に隠れることで自分を守ろうとしますが、痛みを感じている犬も同様に、痛みや不快感を感じた時、暗い場所や狭い場所など普段は見られない場所に隠れようとすることがあります。特にストレスが加わるとこのような行動が強く現れることがあり、例えばベッドの下、クローゼットの中などが隠れ場所として選ばれることが多いようです。普段は入らない場所に突然隠れたり、呼びかけても出てこないなどの行動は、犬が強い痛みや深刻な不調を感じている可能性があるため、他のサインと合わせて当てはまるものがないかチェックしてみましょう。痛みのサイン7つ目は、排泄の変化です。痛みを感じている犬は排泄パターンが変わることがあり、特に排尿や排便の際に苦痛を感じる場合、その行動は顕著に現れます。頻繁にトイレに行く、逆に排泄を我慢する、またはトイレの場所ではないところで排泄するなど、普段とは異なる行動が見られるときは、泌尿器系や消化器系に問題がある可能性を示しています。また、関節炎や腰痛がある犬は、排便のためにしゃがむ姿勢をとるのが難しくなり、その結果、排便を避けようとすることもあります。消化器系に影響が出ていると、行動だけでなく、下痢や便に血が混じるなど、排泄物の形状や色、匂い、
囲に変化が現れることもあるため、他の痛みのサインと合わせて排泄物の変化が確認できた場合には、速やかに獣医師に相談するようにしましょう。痛みのサインの8つ目は異常な鳴き声です。泣くという行動は通常犬のコミュニケーション手段の一部ですが、痛みを感じている犬はいつもと違う異常な鳴き声を発することがあります。例えば突然鋭い鳴き声や叫び声を発した場合は、関節や筋肉の急な痛み、外傷や骨折など誤って怪我をした時の強い痛みが原因であることが多いです。持続的な痛みや不快感を感じている場合は、防御的な態度の際によく見られる低く長いうなり声を発することがあります。それ以外にも、普段はあまり鳴かない犬が突然鳴くようになったり、痛みを感じている部位を舐めたりかばいながら鳴いたり、夜間に突然鳴き始めるなどの行動に現れることもあります。犬の鳴き声の変化は痛みの強さなどを示唆する手がかりにもなるため、飼い主さんは愛犬の鳴き声や鳴き方のパターンを普段から観察しておくようにしましょう。痛みのサイン9つ目は攻撃的になるということです。通常は穏やかな犬であっても、痛みや不快感を感じると突然うなったり、歯をむき出しにして威嚇したり、噛みつこうとしたりなど、普段では見られない攻撃的な行動をとることがあります。これは痛みを感じている部分に触られることを恐れ、触れられないよう警告するための行動で、それ以上近づかないでという強いメッセージを表しています。痛みが持続すると、最初は威嚇だけだったものが噛みつくようになるなど、次第に行動がエスカレートすることもありますので、根本的な原因である痛みに対処するためにも、速やかに適切な診察や治療を受けることが重要です。痛みのサイン10個目は元気がなくなるということです。普段は遊び好きで活発な愛犬の元気がなくなるというサインは、痛みや不快感の重要な指標となります。例えばボール投げ、かけっこなどの遊びをしなくなる、お気に入りのおもちゃに関心を持たなくなる、名前の呼びかけに対して反応がない、反応が遅い、散歩に行きたがらない、リードを引いても動かないなど、これらの変化が見られる場合は、痛みが注意を引いてしまい、他のことに集中する余裕がなくなっていたり、活動すること自体が苦痛になっている可能性があります。また、目が半開きでぼんやりしている、耳が後ろに倒れている、顔が硬直しているなど、元気を失っていることを示す微妙な表情の変化が見られることもあります。これらの変化を見逃さず、必要に応じて獣医師に相談し、早期に対処することが愛犬の健康を守るために大切です。いかがだったでしょうか。言葉を話すことができない犬たちは、いつもと違う行動で私たちに痛みを教えてくれます。飼い主さんが愛犬の痛みのサインに敏感になり、早期に対応することが愛犬の健康を守る鍵となりますので、今回紹介した内容をぜひ覚えておいてください。今回は愛犬が痛い時にする行動を10個解説しました。ここまで聞いてくれた皆さんは、大切なワンちゃんにずっと健康で元気でいてほしいと願っている方ばかりだと思います。大切な愛犬の健康を守り、長生きしてもらうためにも、私たちは飼い主さんにもっといろんなことを知っていただきたいと考えています。この犬めしチャンネルでは、愛犬の健康対策に関する情報をはじめ、様々な食事レシピも配信しており、公式 LINE にて皆様のワンちゃんが健康でいられるよう、愛犬の手作りご飯レシピ30選をはじめとする豪華特典をプレゼントしておりますので、ぜひ概要欄から受け取ってみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。動画の感想や気になるテーマなどがあれば、コメント欄にてリクエストお待ちしております。この動画が良かったと思った方は、グッドボタン、チャンネル登録をしていただければ、動画投稿の励みとなりますので、ぜひよろしくお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。